1924年5月4日のドイツ国会選挙は1924年5月4日に行われたドイツの国会の選挙である。ブルジョア政党が支持する少数与党政権だった第一次マルクス内閣が野党の反対動議を封じるために行った解散総選挙だったが選挙戦中にドーズ案が提示されたことで選挙の争点はドーズ案の賛否となった。 ドーズ案に賛成する与党と社民党が敗北し、ドーズ案に反対した国家人民党や共産党、国家社会主義自由党など極右極左が対象する結果に終わった。1923年のフランス軍のルール占領に対してドイツ政府は自動的抵抗を行っていたが、それによってハイパーインフレが発生して経済が 危機的状況となり、その収集のために1923年8月には、ドイツ人民党のグスタフ・シュトレーゼマンを首相とし、人民党、中央党、ドイツ社会民主党、ドイツ民主党、バイエルン人民党など広範な政党が与党となる、大連合政権が樹立された。しかし社民党は、ザクセン中林ン問題をめぐって、シュトレーゼマン内閣に反感を持ち、 与党から離脱。九百二十三年十一月二十三日に野党ドイツ国家人民党がバイエルン問題やルールの受動的抵抗中止への反発から提出した内閣不信任案には社民党も賛成し二百三十一対百五十六で可決された。これによりシュトレーゼマン内閣は総辞職を余儀なくされた。代わって十一月三十日に 中央党のビルヘルム・マルクスが首相となり、中央党とドイツ人民党とドイツ民主党を与党とする第一次マルクス内閣を成立させた。通貨改革と財政再建という課題を前にしていた第一次マルクス内閣は国会における基盤の弱さや時間的制約から議会審議は断念し、次元立法で、 受験法を可決させて、命令による事態の収拾を図った。しかし1924年2月に国会が招集されるとそれらの命令の変更や廃止を求める、野党の動義が続々と提出された上、受験法の期限が切れる、前日の2月14日に、大統領緊急令で発令された第三次緊急、課税令をめぐって、野党の反感が高まった。 社民党の緊急礼拝士の動議が可決する恐れがあることから3月13日にマルクス内閣は先手を打つ形で国会解散を決定した。選挙戦中の4月9日にドイツ賠償問題の同盟委員会とマッン見内委員会は国際連盟賠償委員会に報告書を提出し4月11日に国連賠償委員会がこれを承認した。 ドイツ政府はこのドーズ案を受諾する方針を示したが、これにより選挙戦の争点は一気にドーズ案への賛否となった。右翼野党の国家人民党はドーズ案を第二のベルサイユ条約として激しく批判した。一方左翼野党の社民党はドーズ案を容認した。国家社会主義ドイツ労働者党は当時党を禁止されていたので、ドイツ民族自由党と共に、 国家社会主義自由党という偽装政党を創設して選挙戦に臨んだ。共産党は1924年4月7日に禁止が解除されたのでそのまま選挙戦に参加した。国家社会主義自由党も共産党も同図案には反対を表明した。5月4日の総選挙の結果は同図案に反対した極右と極左の対象となった。 国家人民党が65議席から96議席へ躍進。10議席獲得した農村リストと合流して国会の第1党となった。共産党も17議席から一気に62議席へ躍進。ナッチ党の偽装政党である国家社会主義自由党も初挑戦にして32議席を獲得した。道図案に賛成した与党と社民党は軒並み。 得票率を落とした。特に社民党は改選直前の議席171、議席を100議席に落とす大敗を喫した。ブルジョワ政党では、人民党と民主党も大きな打撃を受け、人民党は議席の3分の1を失って45議席、民主党は28議席しか取れなかった。選挙に勝利した国家人民党は、マルクス内閣に退陣を要求し、 マルクス内閣は、その要求通り5月26日に総辞職したが、結局6月2日には、第一次内閣とほとんど同じ顔ぶれの第2次、マルクス内閣が成立。マルクス内閣は、国家人民党を与党に引き込もうという、多数派工作を行い、同図案関連法案の採決では、国家人民党議員の投票を分裂させることに、成功したが、 同党を完全な与党に引き込むことはできず、また社民党を与党に引き込む工作にも失敗したので、多数派工作を断念。10月20日には再び国会が解散され、12月7日に総選挙が行われることとなった。各選挙区の最多得票政党と、その得票率、安倍義夫2 0 1 P96、林健太郎1963、 p103 から104、林健太郎1963、p115、安倍義雄2001、p106、安倍義雄2001、p107、ab 平島健九1991、p23、安倍義雄2001、p110、平島健九1991、p24、ab 安倍義雄2001、p111、モムゼン2001、 P182 林健太郎1963 P118 ABC 安倍吉尾2001 P112 モムゼン2001 P180 モムゼン2001 P181 愛イク通貫1983 P131 愛イク通貫1983 P144 愛イク通貫1983 P159 167から168、ありがとうございます。